中級都市静岡県藤枝市で生まれた藤枝舞 FC。 2023年から J2 リーグに参入した静岡県3番目の J リーグクラブです。2009年に設立された新しいクラブですが、超攻撃的な独自のエンターテインメントサッカーは今季の J2 で一つのサプライズを起こしています。 J3 で低迷する時期を経験したクラブがどのようにして現在のサッカーに行き着いたのでしょうか。今回は藤枝舞 FC の歴史を解説していきます。ぜひ最後までご視聴ください。藤枝舞 FC は実業家の小山純がイギリスで行われていたネットオーナーシステムを取り入れ J リーグ参入を目指したことから始まります。ネットオーナーシステムとは有料のコミュニティユーザーがオーナーとなりネットを通じてクラブを運営する仕組みです。小山はサッカークラブ育成オンラインコミュニティ舞 FC を立ち上げます。マイ FC という変わった名前はネットオーナーシステムの投票によって決定した私のフットボールクラブという意味です。チームのクラブ運営としてマイ FC が一からチームを作って運営するという意見もありましたが、オーナー投票の結果静岡県一部リーグに所属していた藤枝ネルソン CF を母体にすることとなりました。その後名称を現在の藤枝マイ FC に変更します。新監督に日本代表最多得点記録を持つ鎌本邦成が就任、元日本代表の斉藤俊秀がヘッドコーチ兼選手として加入しました。新チームとして臨んだ静岡県一部リーグでは8勝1分け1敗と圧倒的な強さを見せ首位を独走。東海リーグ昇格も目前と思われていましたが、信じられない事態が発生してしまいます。割り当てられた試合の運営当番をすっぽかしてしまったのです。静岡県リーグでは試合運営は所属するチームが当番制で行うことになっていました。このすっぽかしが原因で順位降格の処分を受けてしまう事態に発展、最終順位は6位となり東海リーグ昇格を逃してしまいました。2010年、東海リーグ一部に所属する静岡 FC と統合し、戦いの舞台を東海一部リーグに移します。統合に伴い名称を静岡藤枝舞 FC に変更。リーグ戦では12勝3分け1敗で優勝を果たしますが、JFL 昇格を目指して臨んだ全国地域サッカーリーグ決勝大会では1次リーグで敗退し昇格を逃してしまいました。2011年は東海一部リーグを12勝2分けの無敗で優勝、全国地域サッカーリーグ決勝大会でも2位に入り JFL への昇格を果たしました。 JFL 昇格に伴い名称を藤枝舞 FC に戻しています。JFL1 年目となった2012年は10位、2013年は昨年より順位を落とし13位となってしまいましたが、 J リーグへの準加盟が承認され翌年から新設される J3 参入が決まりました。 J3 での戦いとなった2014年、新加入の大石嗣俊が得点ランキング2位となる17得点を奪う活躍を見せますが、チームとしては低迷、12チーム中11位でシーズンを終えました。2015年は監督に大石篤人が就任、下位からの巻き返しを図りましたが10位に終わってしまいました。この年にネットオーナーサイトは閉鎖され、現在は株式会社藤枝舞 FC が運営しています。2016年、エースの大石など18人が退団、新たに18人の新戦力でリーグ戦に臨みました。ホームでは11勝1分け3敗と強さを見せ、枝本雄一郎が12ゴールを決めると、新加入の大迫望、遠藤圭介も主力として活躍、初めて一桁順位の7位で終えます。2017年はリーグ3位の総得点50を挙げましたが調子の波があり、昨年と同じく7位、22名が退団、20名が新加入となった2018年は昨年までの積み上げがなくなったのか、夏の中断期間までに14位と低迷し、監督の大石が退任します。後任に経験豊富な石崎信弘が監督に就任、しかしいきなり5連敗を喫するなど苦戦は続き、昨年より順位を大幅に下げ16位となってしまいました。石崎体制2年目となった2019年、秋元道隆、松岡亮介、森島康人ら実績豊富なベテラン選手を中心に補強、松岡、秋元を中心とした堅守、森島の決定力が光り、シーズン序盤戦から優勝争いに食い込みます。J2 ライセンスを取得していなかったため昇格できないシーズンでしたが、チーム最高の3位と躍進のシーズンとなりました。2020年、 J2 ライセンスの交付を受け J2 昇格を目指したシーズンでしたが、10位と大きく順位を落とし昇格を逃します。この年で石崎が退任となりました。2021年、新監督に地元藤枝市出身の倉田康晴が就任、しかし開幕から勝てない試合が続き、シーズン折り返し時点で11位となり倉田が退任します。後任には須藤大輔が就任しました。須藤は攻撃的なサッカーを掲げ、チームの立て直しを図ると得点が大幅に増加、監督交代前の得点が1試合平均 0.93 点だったのが、須藤が監督就任後は 1.86 点と倍増します。
この年のシーズン43得点はリーグ3位の成績です。最終順位は10位に終わりましたが、来季に期待が持てる結果になりました。2022年は須藤の要望でベテラン主体だったチームから若手主体に刷新しました。須藤は自らのサッカーをエンターテインメントサッカーと呼んでいます。エンターテインメントサッカーとは超攻撃的でボール保持を放棄しないサッカー、攻撃することで守備の時間を限りなくゼロにするというものです。須藤曰く超攻撃的でスペクタクルなサッカーを表現し、史上最大のショーエンターテインメントをお見せし、見ている方に感動、勇気、希望を与え、心震わせる非日常空間を感じていただきたいと自身のサッカーを表現しています。基本フォーメーションは 3-4-2-1 でハイプレス、ハイラインを基本とし、ビルドアップにはゴールキーパーも組み立てに加わり、ボールを支配するサッカーです。ピッチを広く使い、サイドからパスワークで相手守備陣を崩します。守備では即時奪還が徹底され、攻撃のような守備を見せ、そこからのカウンターも武器の一つです。ミスが失点に直結する戦術ですが、選手たちはミスを恐れずプレーし、エンターテインメントサッカーを体現します。シーズン序盤は得点するものの失点を重ね、順位を上げることができませんでしたが、第14節から6連勝を果たすと昇格圏内の2位に浮上。首位のいわき FC には引き離されますが、鹿児島ユナイテッド FC、 松本山雅 FC と激しい昇格争いを演じます。最終節まで昇格争いはもつれ込みますが、2位でシーズンを終え、クラブ初となる J2 昇格を決めました。躍進の原動力は若手選手とベテランの融合です。大卒3年目の横山明幸は13得点8アシストと才能が開花し、 J3 ベスト11に選出。エンターテインメントサッカーで攻守に運動量が求められる両ウィングバックには大卒新人の2人が定着。右の久保東次郎はウィングバックでありながら10得点6アシストをマーク。左の榎本圭吾は全試合出場し4得点とチームに欠かせない存在となりました。ベテランの鈴木純はボランチの位置から司令塔としてチームをまとめ、セットプレーのキッカーとしても存在感を発揮。7月にアスルクラロ沼津から加入した渡辺亮もすぐにチームにフィットし、主力として活躍します。この年の躍進が認められ、須藤は優秀監督賞を受賞しました。 J2 初参戦となった今年はくしくも清水エスパルス、ジュビロ磐田が J1 から降格したため、 J2 に静岡勢が3チーム所属する事態となりました。鈴木純とゴールキーパーの内山圭が対談しましたが、主力の対談はこの2人のみ。積み上げてきたベースを継続し、 J2 を戦うことができます。リスクを負うエンターテインメントサッカーが J2 でも貫き通せるかが J2 攻略のキーポイントです。迎えた開幕戦の相手は同じく J2 に昇格したいわきとの対戦に。昨年は一度も勝てていない相手でしたが、昨年よりも数段進化したエンターテインメントサッカーを披露。後半に失点を重ねてしまいましたが、3対2でいわきを下します。初めて既存の J2 チームとの対戦となった J1 昇格候補のビファーレン長崎との第2節、格上相手でも臆することなくゴールキーパーからボールをつなぎます。序盤はミスもありピンチを招きますが、徐々に押し込む展開に。0対0で前半を終えると、後半は完璧に藤枝ペースで試合を進め、サイドの崩しからエースの渡辺が先制のゴールを決めると、久保も追加点となるゴールを奪います。後半はビファーレに決定機を作らせずに2対0で勝利を収め、 J2 でもエンターテインメントサッカーが通用することを証明しました。その後も自分たちのサッカーを貫き、 J2 の舞台でも躍動しますが、7月に主力を引き抜かれるという J2 の洗礼を浴びることになります。得点王争いをしていたエースの渡辺がセレッソ大阪へ、久保が名古屋グランパスに移籍してしまったのです。主力2人の対談の影響は大きく、リーグ終盤戦は苦しい戦いが続いています。9月26日には J1 ライセンスも交付され、 J1 昇格への下地は整いました。直後に行われたエスパルスとの静岡ダービーでは勝利を収め、サポーターに J1 も夢ではないことを証明してくれたのではないでしょうか。主力の引き抜きは懸念されますが、これからもエンターテインメントサッカーでサポーターを魅了してくれることを期待しましょう。